皆さんこんにちは三井住友 DS アセットマネジメントの栗本と申します本日は運用の力日本を取り巻く環境の変化と資産運用の必要性というテーマでお話をさせていただきますこちらの資料をご覧くださいまず日本を取り巻く環境の変化についてお話をいたしますこちらは過去の日本の株価と政策金利の推移を掲載したページです 1965年から2019年までの期間です政策金利といいますのは日銀が金融市場の調節手段として用いる金利のことです景気の過熱時や悪化時に金融市場の資金を吸収または供給することで金利水準を変更し経済活動の勢いを調整します日本の政策金利はグラフの真ん中あたり 1990年頃境に大きく変化しており1995年以降現在まで一部の期間を除き0%近辺という超低金利での推移となっています日銀は2016年1月に開催された金融政策を決定する会合で初めてマイナス金利の導入を決定しましたマイナス金利といいますのは中央銀行が政策金利を0%よりも低い水準にする政策のことです 日銀はこの政策を通じて投資や消費を活発にし日本経済のデフレ脱却を目指していますが今もこの政策が行われています1970年代、80年代であればグラフの左側のところですね政策金利も6%以上、時には9%と高い時期がありましたので預貯金に預けておけばお金はそれなりに増やすことができました しかし、それ以降は、皆さんが実感されておりますように、超低金利が続いていますので、預金していてもお金を増やすことはできません。ここ元の日本経済の低成長を考えますと、今後も政策金利は今のような状況が当面続くと思われます。では、次に、こちらのページをご覧ください。マイナス金利政策の導入により、普通預金の金利は左側に掲載がございます。けれども、零点、零点、一パーセントまで低下しています。 左の図は100万円を1年間預けた場合の利息を計算したものです2007年10月末では金利が年率で0.198%でしたので税引き後の利息は約1584円でしたしかし2021年3月末では金利が0.001%でしたので税引き後の利息はわずか8円でしたこのように 今のような低金利ですとお金を預金に置いていておいても増やすことはできません金利の世界ではこのように大きく環境に変化があり預貯金に預けていてもお金を増やすことができない状況になっていることがお分かりいただけるかと思いますなお右側の計算式でございますけれども一つ目の72の法則と書いてあるところをご覧ください72を金利で割りますとお金が2倍になる期間を計算することができます 例えば金利を7.2%としますと 72÷7.2 で10年金利を3.6%としますと 72÷3.6 で20年と計算することができます。つまり金利が7.2%であれば10年でお金は2倍になり金利が3.6%であれば20年でお金は2倍になることがわかります。知っておくと便利な数字ですのででですすのの法則ご紹介いたたししました 手をページを変えましてこちらのページですね次に日本を取り巻く環境の変化の二つ目です身近な商品の価格の上昇ですこちらに豚肉やトイレットペーパーなどの価格の変化を掲載していますけれどもいずれも2014年と19年を比較して値上がりしているのがわかりますつい最近のことですけれどもマーガリンや食用油も値上げされるそうです また先日小麦粉の政府の卸売価格が19%を値上げされたというニュースがありました小麦粉はパンや麺類などに幅広く使用されていますのでこれらの価格もその影響を受け値上げされるかもしれません物価が上がりますと今まで100円で買えていたものが110円出さなければ買えないそういった状況になりますお金を金利のほとんどつかない預貯金などに置いておくと欲しいものが買えなくなるかもしれません 物価が上昇しますとその分お金の価値はめべりしていくことになるからですページの一番下の段にありますもし資産運用でお金を増やすことができれば欲しい商品を今まで通り購入できるかもしれませんこのように日本を取り巻く環境の変化が起こっている状況の中低金利ですけれどもお金を増やしたい物価上昇に備えたいといったニーズに対し資産運用は有効な手段の一つと考えられます ではこちらのページですね資産運用の目的意識というページをご覧くださいそれでは次に将来かかるお金いざという時のお金について考えてみたいと思いますこちらは金融広報中央委員会が行った世論調査の結果をまとめたものです金融資産の保有目的で一番多かった回答は真ん中辺にあります老後の生活資金で二番目は 一番左にございます美容器やのの災害への備えでした他にも子どもの教育費ですとか特に目的はないが金融資産を保有していれば安心ですとか耐久消費財の購入資金また旅行レジャーの資金などが挙げられています。で一番多かった老後の生活費については数年前に老後資金問題2,000万円といったことが話題になりましたけれども皆さんはいかがでしょうか。 では次のページでございます老後資金を考える際に合わせて認識しておきたいのが長生きリスクです日本は長寿社会に突入しています令和元年の日本人の平均寿命でございますがこちら左側の横棒のグラフ一番下です男性が81.41歳女性が87.45歳といずれも過去最高を更新しました 昭和30年と比較しますと、男性は17.8年、女性は19.7年も寿命が伸びていることになります。平均寿命は医療技術や科学の進歩などにより今後も伸びると言われています。数年前から人生100年時代とよく言われるようになりました。長寿は嬉しいことですが、予想以上に長生きして備えを使い果たしてしまうといった長生きリスクが発生する可能性には注意が必要です。ところで資料にはありませんが、 老後の生活費についてどれぐらいかかるのか簡単にご紹介をさせていただきます公的年金の受給は65歳からでございます老後の公的年金での生活期間は平均寿命から考えますと男性の場合で約16.4年女性の場合で約22.4年続く計算になります寿命が伸び続けていることを考えますとご夫婦2人の老後期間は25年ぐらいで見ておく必要があるかもしれません ページの右側に老後の1ヶ月の生活費が書いてありますこの数字を使いながら1ヶ月の収支1年の収支などから考えてみたいと思います生活費はイコール支出です 生命保険文化センターの調査によりますと老後の最低日常生活費は資料にも記載がございますが一方収入はどうかですが収入につきましてはこちらに記載がありませんが生命保険文化センターや総務省の調査によりますと年金などの1ヶ月の平均収入から税金などを差し引いたいわゆる使えるお金は約19.4万円。 万円だそうですでそうしますと収入の19.4万円から支出の22.1万円を差し引きますとマイナス2.7万円となります1年間に換算しますと32.4万円の赤字になります仮に老後生活を25年とし最低日常生活費で計算しますと810万円のマイナスとなりますこの分は最低限準備しておかなければならないということになります また資料の右下にありますゆとりある老後の生活費ご覧いただきますと一ヶ月平均三十六点一万円となっています。でこちらの数字で計算をしてみます。ちなみにあのゆとりある老後の生活費といいますのは。 旅行やレジャーを楽しみたい趣味も楽しみたい教養を高めたい日常生活を充実させたい子どもや孫へ資金援助したいなどの資金を考慮した生活費のことを言います。でこのゆとりある老後の生活費を使いまして先ほどと同じように計算してみますと毎月の赤字は16.7万円。 一年では約200万円となり老後生活を25年で計算しますと約5000万円が必要となりますもちろんこれ以外にも美容器に備える資金や介護資金またリフォームなどの住宅資金なども必要になるかもしれません退職金や年金で足りない分を貯蓄や資産運用などで準備しておくことになります どのような生活を望まれるかは人それぞれですけれどもこれら収入などの考え方は一つの目安として皆様の頭の片隅に入れといていただければと思います。ではページを変えましてこちららは長生きリスクとと運運用用に関すす。すす。るるページです使いながら運用するお金の耐久性とあります仮に手元に元本2,000万円があり毎月10万円を使っていく場合お金の耐久性は何年になるんでしょうか 私たちの老後にこのようなケースがあるかもしれません運用しない場合一番左下の線です約17年でゼロになりますまた預貯金などで仮に0.5%で運用しても約17年余りでゼロになってしまいます長生きリスクを考えますと心配ですねしかし3%で運用しながら取り崩すと約23年でゼロに5%ですと約36年でゼロにと 運用することでお金の耐久性を強くする資産寿命を伸ばすことが可能となりますこちらは毎月10万円を引き出して20年間資産を持たせようとすると当初の元本はいくら必要になるのか試算したページです運用しませんと当初の必要元本は2400万円となりますが3% 5%、10%など利回りの力を味方にすることができれば必要なご資金が小さくなっていくことが期待されますこのように運用は単にお金を増やすだけでなくお金の耐久性を強め長生きリスクに備える利回りの力を味方に当初の必要元本を少なく抑えてくれる効果も期待できるのですこれが運用の力ですところで足りない分をどう備えたらいいのかということですが ある程度まとまったお金を作るにはもっと働いて稼ぐですとか節約する預貯金で貯めるまた不動産を貸して収入を得るなどいくつかの方法があるかと思いますがここでは新しい選択肢としてお金を運用して増やす運用して長生きリスクに備えるという方法をご提案したいと思います。 ではまたページを開させていただきます。ではこちらでは、お金をこれぐらい増やすためには何パーセントが必要かという必要利回りについてお話をいたします。例えば、1000万円を10年で1500万円にするには、図表の左中ほどの段です、1.5倍にするにはのところをご覧ください。 で次に上の列右側10年でのところをご覧いただくと4.1%とあります。つまり1,000万円を10年間で1,500万円にするには4.1%の利回りが必要となります。しかし2年で1.5倍,倍にするには22.5%の利回りが必要になりますから取らなければならないリスクも大きくなります。ここのようににに運用には時時間間を味方すするととも大切です必要な利回りと時間 期間などをお考えいただくことで運用をより具体的にイメージしていただけるかと思います。ではページを貸しさせていただきます。ではどうやって運用するのか参考にしていただきたいのがこちらのページでございます。現金預金以外の資産に目を向けて必要性目を向けていく必要性というページです。日米の家計金融資産構成の違いについてまとめたページです。左側の横棒のグラフをご覧ください。 2020年3月末時点の日本の家計の金融資産は約1845兆円に上りますこのうち54.2%が現金預金であるのに対し株式とと投資・の割合は13となっています一方下の棒グラフですが米国の家計の金融資産は約9356兆円で現金預金の割合が13.7%株式と投資信託を合わせた割合は約 45%に上ります日本の家計と比較しますと米国の方が株式、投資信託の割合がかなり高くなっているのがわかります次に右側の折れ線グラフをご覧くださいこちらは日本と米国の家計金融資産の推移を表したものです1998年を100として作成したものです日米の金融資産の違いがどのような影響をもたらしたのか 日本の家計の金融資産は100が151へと増加いたしましたが米国は100がへと大きく増加していますこれは米国の家計の金融資産金融構成を株式や投資信託等に投資をすることでこれらリスク資産の上昇の恩恵を受けたものと推測されます。このように 株式や投資信託で運用することが家計の資産構成の違いとなり資産規模の拡大の差に大きな影響を与えているといった点は運用にに際してのの一つの参考になるとところかと思いますページを変えまして日本ではこれまで資産運用に対してお金を少しでも増やしたいが減らせない。 と考えられる方が多かったため元本が減らない金融商品へのニーズは強い傾向がありましたしかしながら日本の低金利環境などを考えますと老後の生活資金や不士の事態への備えなどお金が必要となるまでの間運用することも選択肢の一つとして考える必要があるかと思いますこちらに掲載してございますグラフは株式や債券などに投資をする投資新宅の純資産総額の,総額の推移を表したものです 投資新宅といいますのは運用のプロが株式などの資産に分散投資をする仕組みの商品ですここ数年は折れ線グラフのこちらファンド数を表しておりますけれども商品の数のことですけれど2017年以降少しずつ減少しているのがわかりますしかし編み掛けの部分こちらは純資産総額ですが2009年以降増加傾向で推移しているのがわかります これは日本でも私たちを取り巻く環境の変化や長生きリスクなどにより資産運用の必要性を認識され実践されている方が増えたことが背景にあると考えていますなお資料にはございませんが資産運用の基本は成長資産に投資をすることです成長資産の代表は株式です過去の世界株式の動きを見ておりますと世界の株式は 世界経済の拡大とともに上昇ししてままいりました世界経済はリーマンショックや今回のコロナショックなどで減速した年もありましたが過去10年間の平均は3.5%程度とおおむね一方世界株式は経済の影響を受けつつ上がったり下がったりして推移しておりましたけれども こちらも世界経済におおむね沿った動きで推移をしております足元はコロナ禍からの回復段階にありますが世界経済は今後も拡大する見込みです世界株式は世界経済の拡大とともに上昇してきましたという過去の動きをぜひ頭の片隅に入れといていただければと思います運用先として現金預金以外の資産に例えば 成長資産の代表である株式などに目を向けられてはいかがでしょうかではここでは資産運用の主な投資先である株式や債券などのリスクリターンを確認させていただきますリスクと言いますのは変動の度合いを表しておりリターンは収益性を表しています図表は過去15年間2006年3月末から2021年3月までの期間で計算したものです 上に行けば行くほどリターン、収益性が高いことを示しておりまして、右側に行けば行くほどリスク、変動の度合いが大きくなることを示しています。図表の左下に日本国債があります。日本国債はリスクのリターンも2%ほどのところに位置しており、リスクリターンともに相対的に低いことを示しています。ローリスク、ローリターンの資産ですね。 一方先進国株式や新興国株式はリスクが大きくリターンも高いところに位置しています先進国株式ですとリスクは20%ほど日本国債の約10倍リターンは8%ほど日本国債の約4倍とリスクリターンともに相対的に高いことを示していますこのように株式はハイリスクハイリターンの資産ですでは次のページをご覧ください また各資産のリターンのばらつきは各資産の最大上昇率最大下落率でも表すことができます株式と国債の月次の最大上昇率最大下落率を比べますと債券の方がリターンのばらつきが小さいことがわかります株式はハイリスクハイリターンの資産ですけれども資産形成においてはエンジン役と位置づけられています変動は大きいものの経済が好調なときは 資産が大きく成長する機会を得ることができますまた株式は他の資産と合わせ持つことでつまり資産の分散を行うことでリターンの安定化が期待できますでは次にこちらのページをご覧くださいこちらの図表は1990年から2020年までの各1年間株式や債券、リート、定期預金などの各資産に投資をした場合の年間のリターンをまとめたものです 各資産の年間リターンを各都市で,各都市で順位付けしますと常に上位常に下位ということはなく年ごとに大きく変動しているのがわかります赤は分散投資した場合のもので先進国株式新興国株式先進国債券、新興国債券、世界リートの5つの資産に20%ずつ分散した場合のリターンです赤は分散投資した場合のものですね こちらは概ね注意で相対的に安定推移しているのがわかりますこのように資産の分散はリターンの安定化を図る上で有効な手段と考えられます個人で行いますと多額の資金が必要となりがちな分散投資ですけれども投資信託を活用しますと少額からの投資が可能となりますでは次のページをご覧ください 資産価値が長期的に上昇基調で推移している場合長期投資することでリターンの安定化を図ることが可能ですこちらの2つの棒グラフは100万円を分散投資で3年間運用した場合と10年間運用した場合とを試算したものです計算期間は2010年から2020年で分散投資の内訳は日本国債先進国国債日本株式 先進国株式の各資産に25%ずつ投資した場合です3年間投資した場合元本割れは11回のうち1回発生いたしました一方右側の10年間運用した場合は元本割れが回避される結果となりましたこのように長期投資することでリターンの安定化を図ることが可能となりますということでここでは資産の分散や長期投資によるリターンの安定化についてお話をいたしました 皆様の今後の資産運用も参考にしていただければと思いますではページを変えましてもう一つの参考となるページをご覧ください年金の運用における分散投資と書いてあるページでございます私たちの大事な公的年金を運用しております年金積立金管理運用独立独立行政法人 GPIF という呼ばれている機関でございますが 幅広い資産に分散投資をしております GPIF は2014年にそれまでの国内債券に偏った運用を改め年金給付の減進を増やすことを目指して基本ポートフォリオを変更いたしました左の棒グラフにあります通り国内債券の割合を大幅に減らしていく一方国内外の株式の割合を引き上げました右側の円グラフは2020年12月末現在のポートフォリオです 国内外の株式と債券の4つの資産に25%ずつ国際分散投資をしておりますなお上の文章の最後の行にありますとおり2020年12月現在の運用資産総額は約179.1兆円となっていますまた文章にはありませんが2001年以降20年間の年平均リターン収益率は3%という結果でございました最後になりますけれども 将来に備えてお金を増やしたい方ある程度まとまったお金をお持ちの方で長生きリスクに備えて資産寿命を延ばしたい方物価の上昇によるお金の目減りを防ぎたい方などは本日のお話を参考に資産運用を考えられてはいかがでしょうかではこれで私からのお話を終わりますご視聴ありがとうございました 日産証券では現在12月30日木曜日までの期間中当社選定の投資信託を約定金額100万円以上お買い付けいただいたお客様に買い付け金額に応じて手数料の一部をキャッシュバックするキャンペーンを実施中です詳細は当社営業店舗または営業担当者までお気軽にお問い合わせください